本田宗一郎が技術研究所の社長を辞めた明くる年、研究所の技術陣はついにマスキー砲を目標として開発した CVCC エンジンを完成させた。まあ、全部今までのその集大成といいますか、ホンダの研究所のエンジン研究の集大成が、まあ、CVC エンジンに集結したと。このエンジンはアメリカ EPA 環境保護庁によるテストに合格、世界で初めてマスキー砲をクリアしたエンジンと認定された。アメリカの巨大自動車企業さえも達成できなかった快挙である。大変大きなショックでした。それまではホンダを自動車メーカーとして競争相手だと思っていませんでしたからね。 CVCC エンジンの発表記者会見には社長の本田宗一郎が出席、内外から多数詰めかけた記者団の質問に答えていた。藤沢武雄は自宅の居間でこの会見を見ていた。テレビの画面に実際にエンジンを開発した21人の若手研究者が映し出される。宗一郎の後を継ぐべき技術者もなんとか育ったようだ。藤沢はいよいよ本田宗一郎の成功物語の最後のシナリオを書いた。藤沢武雄はこの時期すでに次の時代を担う後継者として川島清以下4人の専務を指名していた。藤沢はその中の一人、西田道博専務を自分の部屋に呼んだ。西田、俺決めたよ。今度の会社の創立記念日で会社辞める。すまんな、社長にそう伝えといてくれ。その理由とかなんかはおっしゃらないんですね。あくまで辞めると。まあ私どもそういう専務クラス この集まりで集団志向っていうか、そういう形でやってきてもう10年経ってますからね。彼もなるべくならみんなに やらせるようにしてましたからね。だからまあ、引いてもおかしくないってことでしょうね。西田は藤沢の言葉を本田宗一郎に伝えた。これに対し宗一郎はこう答えた。いや、そんなら俺も一緒に辞めるよと言われたんですね。失礼します。西田は再び藤沢の部屋を訪ねた。そして藤沢が辞めるなら俺も一緒に辞めるよという宗一郎の言葉をそのまま伝えた。そうか、そうだろうな。二人が出会って25年、最後まで二人は深い信頼で結ばれていた。本田さんのためにも自分のためにも、もう本当に思っているような人生を描くことができたっていうような感覚を持ってましたね。主人は本当に本田さんと巡り合ったことが自分が生きてきて一番良かったことだって、それは言ってましたね。昭和48年10月、本田宗一郎と藤沢武雄は揃って現役を引退した。マスコミは創業者の見事な引き際と絶賛。藤沢の計算通り、本田宗一郎は伝説の男となり、その成功物語は不滅の本田神話として完成したのである。藤沢さんの狙い通り、二人の引退は見事な引き際と称賛されて、本田宗一郎さんは伝説の人になったわけですね。実はその本田さんと藤沢さんは相反する哲学の持ち主だったんです。本田さんはいいものは100年経ってもいいんだという普遍的価値、これを追求する人物ですね。それに対して藤沢さんは万物流転、価値なんてものはもう時代によってどんどん変わるんだという哲学の持ち主だった。でこの相反する哲学がね、ガンガンぶつかり合う。でぶつかり合うことで巨大なエネルギーを生んだ。でこのエネルギーがね、ホンダをこの世界のホンダにガーンと押し上げたんですね。とにかく逃げないでぶつかり合うと、とことん喧嘩し合う。
しかしそうは言いながらね、お互いの違うもの、自分と違うもの、自分と違う価値観をお互いに受け入れよう。どうしてこんなことができたのか。それは二人がね、共通の同じでっかい夢を持ってたからですよ。この夢なんですね。特に今大事なのは、そうおっしゃいますけど、少し前の調査で中学生の6割が将来に夢持てないって言ってるんですよね。何でもあるからかもしれませんけれども、この夢を持つっていうことが何よりも難しい時代なんじゃないでしょうかね。今これね、情報が多すぎて分かった気になっちゃうんでしょうね。当時本田がね、町工場でこの本田さんがね、みかん箱の上に乗って世界の本田になるんだ、世界に伸びるんだ、これ当時の状況から、当時の情報から判断したら、これは無謀ですよ、むちゃくちゃですよ。そのむちゃくちゃな無謀な夢に向かって彼はあえて挑戦した、あえて挑戦した。このやっぱり本田藤沢の無謀なまでの夢への挑戦、これ今大事じゃないでしょうか。引退から15年後の昭和63年12月、藤沢武雄は78年の生涯を閉じた。その明くる年、本田宗一郎は長年にわたる自動車文化への貢献を認められ、日本人として初めてアメリカの自動車殿堂入りを果たした。帰国した宗一郎は真っ先に藤沢の家を訪ね、殿堂入りの記念メダルを位牌に見せながらこう語りかけた。これは俺がもらったんじゃねえ、お前さんと二人でもらったんだ。